偽物ダメ絶対、はい、ゆずたまみさです。久々に現れました、僕のなりすまし。以前も動画で皆さんにお伝えしたことがあると思うんですけど、現在僕の偽物がめちゃくちゃ大量発生しています。当時よりさらにレベルがアップしてより悪質になって登場してるんです。前はツイッターだけだったんですけど、今はツイッター、そしてインスタグラム、さらにはフェイスブックまで僕の偽物が現れてるんですよね。これあまりにもひどくて、手口が汚いんで、少しでも騙される人を減らすため、そしてね、僕以外の著名人の偽物も最近すごく増えてるんで、この偽物詐欺の手口について皆さんにお伝えしたいなと思って、この動画を撮ってます。自分は大丈夫だと思ってもうっかり騙されちゃうことって本当によくある。びっくりすることに僕の友達も騙されてたんですよ。結構ね、優秀な経営者で、それなりにリテラシー、知識のある人なんですけど、そういう人たちも騙されてたぐらいなんで、かなり巧妙化してます。なんで気をつけてください。で、早速偽物いくつか紹介していきたいと思うんですけど、僕のそっくりの偽物、まず見てください。こちらです。 Twitter の僕の本物と偽物の比較なんですけど、すごくないですか？フォロワーの数以外はほぼ一緒なんですよね。最近、とんでもないことに、これニュースにもなってたんですけど、公式マークをつけた偽物も現れました。で、これびっくりすることに、ツイッターの公式マークのアカウントって、売買されてるんですよ。いわゆるブラックマーケットっていう闇のね、市場みたいなところで売買されていて、だいたい10万円くらいで買えるらしいんですよ。もともと公式マークを使っていた外人のアカウントを誰かが買ってきて、そのアカウントを僕の名前や著名な YouTuber の方の名前に変えたりとかをしてですね、あたかも公式アカウントを装って騙すようなね、本当にね、悪質な手口が今流行ってるんですよ。なんなら僕 Twitter のアカウント実は公式マークついてないんですよ。もう Twitter さん本当に早く来てほしいんですけど、まだついてなくて、僕がついてないのに偽物がついてるってめちゃくちゃおかしなことになっちゃってます。Twitter の偽物たちはフォローしたりリツイートしたら全員に10万円配りますとか100万円配りますとか、バカなんじゃないのっていうキャンペーンをやってるんですね。実際僕のところに、青白ローズ騙したんですかとか、詐欺師とかたまに来るんです。で、よくなんでですかって聞いたら、大体その偽物に騙されちゃってるんですよね。だから丁寧に説明すると分かってくれるんですけど、やっぱり僕自身も信用が毀損されてしまいますし、何よりも騙されてる人たちの気持ちを考えると、これは知りしないなと思ってます。はい、で、続いてインスタグラム見てください。こちらです。偽物と本物の比較なんですけど、これもすごいそっくりですよね。さすがにインスタグラム公式マークの売買もされてないみたいなので、公式マークがついてるってことはないです。ちなみに僕インスタグラムの公式マークついてるんですけど、ここら辺でまだね、騙されにくいかなと思うんですけど、それでもね、たくさん偽物から連絡来ましたとか、結構来るんですよ。最近、どういうことに、うちのスタッフのアカウントを装って、偽スタッフアカウントを使って、フォロワーさんを騙そうとしているアカウントがあったりしています。本来、Twitter とか Instagram っていうのは、やっぱり自分の思っていることを発信していきたいんですけど、偽物から連絡来ましたとか、これ、そういうコメントでね、もう埋まっちゃってるんですよね。僕の発信とか、YouTube の動画のコメントとかね、動画の感想とか、そういうやりとりを楽しみにしてくれてるファンの方も本当に申し訳ないなと思います。で、僕も本当に困ってますし、何よりもフォロワーさんが一番困ると思うし、絶対にやめていただきたい。で、なんでこんな偽物が広まったかというと、やっぱり全員にお金をあげますとか、全員に Amazon ギフトをプレゼントしますとか、人のね、欲望、もう本当に困ってる人たちの欲望につけ込むようなね、巧妙な、いわゆる最終です。詐欺のね、手口を使って、いろんな人を騙してます。もちろんね、僕も全部対応できるわけじゃないんですけど、ちゃんとツイッターで通報してるんですよ。あまりにも騙されてる人が多いときには、自分のツイートをね、使って、注意喚起もしてるときがあります。それでも、こいつら本当にすごいのが、今度キャラ変するんですよ。僕だったら、次はヒカルさんになったりとか、ラファエルさんになったりとか、どんどんいろんな人にキャラを変えていくんですよ。なりすましですって通報しても、その頃にキャラが変わっちゃってるんで、消されないんですよ。これ本当に悪質です。Twitter さんもこれどうかね、対応してほしいんですけど、結構消されることなく生き延びてますね。やっぱ考えてるみたいで、詐欺のアカウントを軸に違う詐欺のアカウントを作って、そっちにフォロワーを流したりとか、いわゆるリツイートをし合って、お互いフォロワーを流し合ったりとか、いわゆるチームプレイみたいなのがね、詐欺師たちの中でもあるんだと思うんですけど、一昔前の詐欺アカウントよりだいぶ進化してます。皆さんどうやって見分けるかはすごい単純なんですけど、大体の人が、アカウントは一つしかありません。
偽物っていうのはサブアカウントですとか、まあ、スタッフアカウントですとかサブアカウントを装ってやってくるんですよ。これは大体嘘なんですね。見分けるポイントとしては ID、 その人のアカウントの ID が本物の ID かどうか、それっていうのは検索したらすぐ出てくると思うんですよ。あとフォロワー数ですよね。やっぱりその本物のアカウントに比べると全然少ないんで、その人少ないんじゃないかなと思ったら要注意してください。あとは、大体日本語がおかしいことも結構あります。海外のね、業者なんかわかるんですけど、海外の人たちがやってるような印象があって、なんか日本語が違うはずなんですよ。ちょっとでも違和感を感じたらもう疑ってください。まあそもそも、そういう美味しいキャンペーンみたいな話が上がってきたら、まず疑ってください。大体本物じゃない可能性高いです。このサリアカウントたちが何を目的にやってるかわかんないんですけど、僕が今聞いてる話でとんでもないことやってるんですよ。例えば、100万円当てますと。その代わり、予約金として5万円の甘ギフを送ってくださいとか、そういうことをね、やってるらしいんです。で、実際にお金を送って、音信不通になるというケースが、まあ、もちろん大半なんで、他にもあって、例えばクレジットカード情報を抜かれる。お金をあげるんで、クレジットカード情報を本人確認のために入れてくださいみたいなページに飛ばされて、送還先どうなってるか僕は分かるんですけど、大体はそのクレジットカード情報も悪用されて、被害になってしまうケースが多いんじゃないかなと思います。実際騙された方っていうのはそこまでまだ僕は見てないんで、それが不幸中の幸いなんですけど、そういう人たちに対して僕も助けてあげたいですし、なんとかしてあげたいんですけど、やっぱりそれって警察の仕事だと思うんで、僕はどうにかしたらともできないんですよ。なんで、この動画を通じて、一人でも騙される人を減らしたい。僕もこういう詐欺が絶対許せないんで、今弁護士さんと実は協議しています。もちろん民事的な手続きだけじゃなくて、刑事的な手続き、刑事罰の手続きをできないかっていうことを協議してるんです。で、どういう投稿をしてるかっていうのを日々、スクリーンショットだったりで保存しています。でもところがですね、こいつが本当にひどいのが、見てください。ブロックしてくるんですよ。本物をブロックするんだって感じなんですけど、ブロックされてどういう投稿してるか見えない時があるんですよね。で、スタッフとかにもキャプチャーしてもらおうと思ったら、スタッフアカウントをブロックしてるんですよね。日ごとに ID や名前がコロコロ変わってくるんで、特定っていうのが難しいんです。詐欺師たちにやりたい放題になっちゃってるんで、もう一日も早く SNS 側が対応してくれることはもちろんなんですけど、やっぱりね、使ってるユーザーの皆さんも騙されないようにする。そうしたらね、こいつはやる意味がなくなってくるんで、こういう被害っていうのが必然的に減ってくると思います。まず目的を潰すことが一番、解決につながるんじゃないかなと思うんですよね。で、最近、プレゼントキャンペーンすごい流行ってますけど、僕もやらせていただいてるんですけど、こういうことがあると、本当にね、プレゼントキャンペーンやってていいのかなって、ちょっと不安になります。僕たちがそういうことをやることによって、こういう詐欺業者が生まれて騙される人が増えるのであれば、それは本末転倒なんで、そろそろ、プレゼントキャンペーンも、潮時なのかなっていう気もしてます。それでもやっぱり、実際に当選して、人生変わってよっていう声はたくさんあるので、やってる意味はあるかなと思うんですけど、皆さんもそういうものに応募するときは、まず本当に怪しくないか、実在する人かっていう人のチェック、個人情報を入力するとか、先にお金、金銭くれっていうのは、大体詐欺なんで、絶対に先に何かを与えるっていうことはしないでください。僕もやっててそうなんですけど、口座の情報ももちろん聞きますけど、それ以外の個人情報を送ってもらったりとか、当然金銭を要求することなんて一切ありません。で、これ見てる皆さんにお願いしたいのは、それでもね、騙されてしまう人がいると思います。そういう方にはぜひね、この動画を教えていただきたいのと、これ本物ですか？騙されてないですか？っていうことを注意喚起してあげてほしいです。で、ネットに詳しいと思ってる人ほど危ないです。冒頭に話したように、Twitter の公式マークを使って、作業していきたいとかね、本当に手口はこういうのがされてます。やっぱり業者もどん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 バージョンアップしてるんですよ。ぜひね、これを見てる方、自分は大丈夫だろうと、騙されないよっていう人ほど注意してください。僕たち詐欺アカウントを作られる側も黙っていってはいけません。当然今僕も弁護士さんと叱るべき対応を図ろうとしています。そういう人たちが犯罪行為として立件されるように動いてますし、せめてどういう人たちがやってるかっていうことを本人を特定するような請求も裁判所にこれから申し立てるわけです。これをもし見てる詐欺師、詐欺アカウントやってる方、もう最近完全に一線超えてるから、もう完全犯罪的なんで、僕たちも黙ってませんから。これが僕なりの警告です。どんなやつかわかんないけど、そういう人がこれを見せたら直ちに言ってください。そうしないと取り返しがつかないことになると思います。皆さんもくれぐれも騙されないように気をつけてください。今日は
偽アカウントの闇ということで、お届けしました。この動画がいいと思ってくれる方は、高評価と低評価もどっちでもいいって、どっちでも構わないんで、押してください。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。このチャンネルでは有益な動画、これからもどんどん出していきますんで、ぜひ応援してください。最後まで見てくれてありがとうございました。